本日の Airbnb に到着しました。おはようございます。日が昇ってきました。朝のケープタウンの景色です。そろそろ起きましょう。朝ごはん作ってもらいました。いただきます。いや、めっちゃ美味しいですよ。かわいい。そろそろチェックアウトします。お世話になりました。また泊まりたい。ここはレンタカー屋さん行きます。ウォーターフロントに行きます。車を止めてウォーターフロントの方に来ました。ウォーターフロントの全体マップです。かなり大きいので見て回れるでしょうか。だんだん海っぽい景色になってきました。シティバスもまた通ってます。久しぶりに見たあのバス。しかも結構人乗ってるね。すごい。こちらはホテル。隣にはミュージアムとセレクトショップもありました。すごくおしゃれ。これが何に使われてたかは分かりませんが、港に関するものでしょうか。小さめの椅子。これも作品かな。枠組みです。全体的に建物だったり装飾が洗練されてるので、一つのテーマパークみたいな、一日中楽しめそうな感じです。続いてクロックタワーが見えてきました。どん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 雰囲気が出てきました。はい、見つけたので撮ります。装飾されたサイ、いろんな種類あります。みんな撮影スポット。レストランもすごくおしゃれで洗練されてます。クロックタワー多分名物。船が出港しました。きっとこれで、周りを巡れるのかなというふうに思います。あとここにはヘリコプターツアーもあります。橋を渡って向こう側まで行ってみます。向こう側がもうもっと本格的なモールかな。綺麗。巨大ペンギンサビ気味。東京ではなく大阪の方向は書いてあります。何キロだ。おお、14,330キロ。バンクーバーが17,000だ。遠いね。港の景色っていう感じです。船もたくさん。ワカメはギリギリ見えますが、魚はいなそう。目では見えません。作品もずらりずらり。買えるのかな。サイにキス。引き続きンデベレ族の人形を探しているので見てみます。すごい外国人向けにデザインが洗練されてますね。楽しい。昨日よりも種類が増えました。かわいいドレス着たりベージュのデザインだったり増えました。外に出たらレストランゾーン、あとやっぱりこの枠組みもう一回ありました。続いてのお店に来ました。もう顔が赤いのとかすごく長いし、なんかさ、あ、顔茶色もいる。これ順と違ったら俺カノエちゃんに買ってってあげたかった。あーね、あれあれ、これもこれもですか。これもでいいんです。もうお土産が洗練されすぎて
日本でお買い物してるのと変わらない気持ちです。ついに買いました。大きい人形は置く用で、こっちはリュックにつけようと思います。早速つけて歩くことにしました。はい、つけました。人がたくさん増えてきました。子供の遊びスペースもあって、レストランももう選びきれないくらいいっぱいあります。外ではラグビーやってました。ライブ配信中。オリンピック始まった。中は完全にショッピングモール。すごい、横浜みたい。都会すぎてめちゃめちゃびっくり。モールの中には久しぶりにザラがありました。車を返却しに空港向かいます。車返却し終えました。次エアビー向かいます。ホテルの前と思われる場所に到着しました。なんとメトロの目の前駅。さっきは電車もちゃんと走ってました。本日のエアビー NB に到着しました。なんとお部屋の下はこんな感じでスーパーとかカフェとかついている。素晴らしい。今日から4泊お世話になるホテルです。入ってすぐがこんな感じでした。私たちのフロア4階で、他は普通に家として使ってるお家もあるみたいです。中がもう美術館並みに綺麗で、室内にこんな木とか葉っぱも生えてて最高です。超当たり。今回のお部屋です。お部屋の中はこんな感じです。もう椅子もあるし、ライトも可愛いし、テレビあって、お部屋は2つ、寝室があって、バスルーム。こんな感じです。ほっ。わ、街中も見える。おーい。ケープ。マウンテン、すぐそこ。共有部分のラウンジに来ました。もうおしゃれなカフェバーみたいな感じ。ビリヤードもできます。ジムもありました。あ、すごい、ちゃんとウェイトもある。外にはプールもあります。港が見える。うん、すごい。観覧車見えるもん、さっき。あ、本当だ。ここはお話ルームですが、全部洗練されててすごい綺麗。お部屋下のスパでお買い物していきます。うん、4日5日分の洗濯を桃香がしてくれました。ありがとうございます。こんな感じで外で干してます。その間俺はずっと水曜どうでしょう見ながらお酒飲んでました。晩ご飯はいつも通り理恵さんに作ってもらってます。ありがとうございます。まずはマッシュルームのつまみいただきます。今日の晩ご飯はタコライスです。いただきます。晩ご飯いただきます。どうかもよかったけど、ちょっとめっちゃうまい。マジでうまい。これ初のスパーデザートで、なんかポップコーンが乗ったキャラメルムース買いました。
ャラメルなんとか、どうぞ。微妙だこれは。微妙だ。甘い甘い。え？ロードトリップ10日間お疲れ様でした。本日早めの就寝となります。はい、おやすみなさい。